ぜ夏希はその吉道の自殺へのもうあと一歩ですよ、それを踏みとどまらせることができたのかということです。なんですけれども、じゃあこの2冊どう掛け合わせたら面白いのかと言いますと、それがですね、先にも述べたように性欲の登場人物である桐生夏希が佐々木義道の自殺を防いだその凄さにおける考察だったんですね。その正義はじめ先生の死にたいと言われたらという書籍の中ではですね、トーマス・ジョイナーのその自殺の対人関係理論という理論の中で、その人がね、自殺しやすくなる自殺燃料というものを分かりやすく理解できるというのはね、これ先にも解説した通りなんですけれども、で一方その本作性欲の中ではですね、これも先に解説した通り、作中でね、その佐々木義道という人物があることがきっかけでこう自殺をしようと考えておりまして、でもあと一歩で自殺してしまうみたいなね、そんな描写が登場するんですよ。なんですけれども、その性欲のもう一人のキーマンであります桐生夏希という人物がその義道の自殺というのをギリギリで止めることができたんですよね。じゃあなぜ夏希はその義道の自殺へのもうあと一歩ですよ、それを踏みとどまらせることができたのかということです。